こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつでございます。ついにこんなゲームをやってしまうわけですね2015年ですね、2つ目の作品ということで、今までやったことないジャンルのゲームをやってみたいなと思って、そんなゲームあるかなと思って考えたところ、僕生まれてこの方ギャルゲーってやったことないんですよね。で、やったことがないというとあれなんですが、やったことあるのはですね、友達が別の友達から借りていたラブプラスをやらせてもらったことがあるんですね。で、あの DS のやつですよね、有名な。で、それをですね、ながら作業でやってたんですね。もうどうでもいいやと思って、コン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 つって、もうずっとタッチしながらやってたら、気づいたら振られてたっていう思い出があるんですけど、それ以来ですね。で、しかもそれやったのが結構前なんですよね。もう3、4年ぐらい前、もっと前か、5、6年ぐらい前ですか、あれ。もうずいぶん前なんですけど、いやー、それ以来ですね。で、ちゃんと、やるのが初めてなんですね。で、どんなギャルゲーがいいかなと思って見てみたところ、そうですね、この甘神という作品がかなり押されていたので、やってみようかなと思います。で、これアニメもやってるんですよね。で、アニメをですね、何年か前に僕見たことがありまして、で、友達に勧められて、可愛い女の子いっぱい出てくるよってことで勧められたんですね。で、ちょっと見てみたら、まあ、確かに可愛い女の子はいっぱい出てきてました。で、覚えてるのが主人公が変態だったっていうのはよく覚えてるんですけど、まあ変態になってみようかなということでやらせていただきたいと思います。で、目的がありまして、この甘神に出てくる女の子一人、僕すっごい好きな女の子がいるんですよ。で、その子を攻略って言い方あんまり好きじゃないんですけどね、その子と仲良くなれるまでやっていこうかなというふうに思いますまあ実はその子は隠しキャラなんですよね。なので一応全員攻略しないと出てこないっていうなんとも悲しい現実が待ち構えていたんですが、まあ頑張ってやってみたいと思います。まあ初めてね、このジャンルのゲームちゃんとやるので楽しみではあります。やってみようかなと思います。よろしくお願いします。さっぱり持って分かりませんなので、取説を横に置きながらやりたいと思います。え？もうえっていうね。ほん、ボイスはマックスになってたな。まあこれでいいんじゃないですか。よく分かんないけど、初めからですね。あなたの名字を入力してもらえるかな。はい、いきなり女の子ですね。名前が、あ、かっこいいな。橘って名字僕大好きなんですよね。かっこいいなと思うんですよね。どうしようかな。これどうやって入力するの。あ、そういうことか。漢字かひらがな。全然わかんない。消すのは四角か。どうしようかな。名字か。かっこいい名字つけたいですよね、やっぱり。下の名前は、まあ、ミツで行くんですけど、かっこいい名字か。かっこいい名字、かっこいい名字。うお、なんだこれ。いっぱいあるな。うわー、これ、目がチカチカする。あるかな。今、パッと思いついたので、行っちゃいますね。やっとできた。やっとできたよ。かっこよくないですか？神林。この神っていう字と林っていう字を今探すので必死になってました3、4分時間かかっちゃいましたが、だって神っていうところにないんだもん神っていうところにありました。神っていうところと林っていうところから見つけてきました。神林水という名前でやっていきたいと思います。普段水はカタカナでやってるんですが、まあいいでしょう。これ記号とか星とか入れてみる水欲しいみたいな。これでいいですかね。うん、行きましょう。ん？これでどうすんの？ああ、こういうことか。はい、神林です。いきます。全国の神林さん、すいませんえ、なにこれ。これあればいいの。行動を決定しますか。ごめんなさい、本当ギャルゲーティー全くもってやったことがないのでさっぱりなんですけど、プロローグだって。多分気のせいだと思うんだけど、その日の夕焼け空は特別眩しい気がした。はあ、なんかこのゲームクリスマスを一緒に過ごそうみたいな感じなんですよね。こんな日でも子供たちは元気に走り回る。いや、
こんな日だからなのかもしれない。自分も浮かれてるからか、公園内を元気に走り回る子供たちを見てると、なぜか笑みがこぼれた。これメッセージちょっと早い方がいいな。寒くないのかな、なんて思いながらポケットに忍ばせた携帯回路を握りしめる。冬？あ、まあクリスマスって言ってるから冬か。ふと街に目をやると、きらびやかなイルミネーションが目に入った。夕方なのにイルミネーションわかるの？ああ、書いてあるか。まだはっきりとは見えない。イルミネーションを眺めていると不思議な気持ちが込み上げてくる。今日はクリスマス。マジか。マジか、クリスマスか。まさか主人公はぼっちですかね。どのくらいの時間だろう。しばらくイルミネーションを眺めていたら、すっかり子供たちの声は聞こえなくなっていた。あら、ぼっちや。携帯回路もすっかり冷たくなり、冬の厳しい寒さが公園を包む。イルミネーションはそのまま、イルミネーションはその輝きを増して、今じゃここからでもはっきり見える。何やってんの、主人公。暇なの？まあ人のこと言えねえかもしんないけど。寒いなぁ。って、何言ってるんだ僕は。冬なんだから寒くて当然だよ。え？何？夕方から夜までずっとここにいたの、主人公。何やってんの？でも、今夜は特別寒いよな。気のせいじゃなくて。もう来ないよな。いや、ん？多分。いや、もうダメか。ん？入学式で見かけてずっと憧れてた。ん？字が潰れてる。牧原美香。ほう。ずっと話もできなかったけど、3年生になって、クラスが一緒になってから頑張った。頑張ったよな。梅原といろいろ相談して、ようやく今日の約束を取り付け、里穂子には女の子が喜びそうなプレゼントを聞いて、デートスポットを調べたり、他にもいろいろ。頑張ってきたよな、今日のために。今日、きちんと気持ちを伝えるために、ちょっとアニメ見たのが結構前なので、記憶が曖昧なんですが、この牧原、なんだっけ？美香ちゃんに告白しようとしてたのかな？それなのになんで来てくれないんだろう。ははっ、宮に自慢話までしちゃったよ。僕って本当に間抜けだ。てんてんてん。もしかして、おい、いきなりだ。なんだ？待ち合わせ場所を間違えたかな？時間を間違えたのかな？僕の妄想だったのかな？どうしようかな。これ受け狙いで、ちょっとこれすっごい気になる。これにしようか。僕の妄想だったのかな。うわ、残念すぎるな、こいつ。本当は約束なんかしてなくて、全部僕の勘違いで。いや、そんなわけないよ。笑顔で了解してくれて、忘れないでよって、指切りまでしたんだ。お、すげえ仲いいじゃん。勘違いなわけがない。でも来ないんでしょ？結局、振られたってことだよな。なんでなんだろう。何が悪かったんだろう。なんで約束はしたのに来なかったんだろう。誕生日プレゼントを送った時はあんなに喜んでいてくれたのに。どうして会って確かめたい。確かめないと、梅原に今日のことを聞かれても答えられない。でも、彼女に会ってまともに話ができるのか。振られたらきついだろうな。来なかった理由を聞いて耐えられるのか。これ主人公高校生かな。とても自信がない。もうこんなに辛い思いはしたくない。何年生だっけ。それならいっそ3学期だけだ。3学期だけ耐えれば。まあそうだな、3学期っていうと大体2ヶ月ぐらい。クラスメイトと話さないように過ごせば、そしたらすぐに卒業式だ。きつくね。クラスメイトと話さないで2ヶ月過ごすって相当ハードル高いよ。それでいいんじゃないのか。よくねえと思うけど。ん？あ、何？神林どうした？雪降ってきたな。
あ、本当だ、降ってきた。すごいな。帰ろう。風邪ひいちゃうしな。へえ。すごい、本当に雪が降ってきた。あ、このプレゼントどうしよう。お小遣いを貯めて買ったペアのペンダント。ペアのペンダント、付き合ってもないのにペアのペンダントあげんの？それはちょっと惹かれるだろう。ダメだ、とても持って帰れない。もう見たくもない。ゴミ箱に捨てていこう。もったいない、取っとけばいいのに。寒いな、本当に。さっさと帰ろう。帰って温まらないと。ゆっくり温まろう。そうね、あったかいスープでも飲んで寝ちまえ。クリスマスがなんだ。クリスマスもただの一日と変わんねえよ、この野郎。ん？ニーニー、朝だよ。朝？ん？夜じゃないの？ミヤ。ニーニーって言われてるから妹かな。あ、いたな、確かそんな子。夢か。なんだこれ。はあ。はいはい。入ってますよ。ニーニー。入ってますよ。うるさいな。ニーニー、入るよ。あれ、いない。ニーニー、またここ？ニーニーって何回言うのこの子。すげえ回数言ってたな。もうニーニー、ニーニー。うう。あら、かわいい。本日は閉店です。閉店ガラガラ。こら、閉店してる場合じゃないよ。開店の時間ですよ。何やってんの朝からこの兄弟は。また押し入れにこもって。引きこもり。引きこもり。別にいいだろ、寒いんだから。暖房つければいいじゃん。電気代がだな。そんな気分じゃない。気分とかの問題なの、暖房つけるつけないって。また嫌なことでもあったの？振られたんだって。別にそんなんじゃないよ。でもあら、心配してくれてるんだね。このミヤちゃんっていう子は知ってるんだろうね、このミツが振られたの。ミツがって、まあいいや。俺が振られたみたいになってるけど、だいたいミヤは分かってないんだよ、押し入れがいかに優れているか。え、優れてる？ほう、いいか、押し入れの中は布団がいっぱいだ。そりゃそうだ。当たり前じゃん。ねえ、いいから聞けって。この布団に囲まれた密閉空間がものすごく心地いいわけだ。ほう。冬でも暖かく、暖房いらず、しかも静かで考え事にも持ってこい。あ、静かってのはいいな、確かに。さらに一説には、密閉空間の中に自分のエネルギーが満ちることで癒し効果を得られるらしいぞ。マジでか。何それ、誰が言ってたの？もう完全に信用してねえじゃん、ミヤちゃん。僕、お前かい。なんだ、デタラメじゃん。もうデタラメだね。デタラメ？デタラメじゃない、親切だ。癒し効果抜群なんだ。ミャー、癒しだ。自分のことミャーって言ってんだね、猫みたいな。なんで朝っぱらからさ、一緒に押し入れ入るの、この兄弟は。何なの。いいじゃん、ミャーも癒されたいもん。こんな妹が存在するんですかね、世の中には。自分の部屋で癒されればいいだろ。ここで癒されたいの。なんてバカママな。それに久しぶりにニーニーの押し入れプラネタリウムも見たいし。何、押し入れプラネタリウムって。ダメだ、これは僕一人で鑑賞する作品なんだ、ミツ専用。作品って蛍光ペンで描いただけじゃん。へえ。あ、そうか、さっき映ってたあの星みたいなやつが、あれが押し入れプラネタリウム。へえ。うるさい。
げその本は、え？って、その手は食わないぞ。僕はお尻に本を入れたりしないからな。ベッドの下が。もう、ミャーも入るの？入ればいいのに。もういいよ、入れ。もう、ああ、もう出るから離れろって。ニーニーのケチ。ミヤちゃんだけ入れてあげればいいのに。広い部屋だな。いいな。まったく、朝っぱらから騒がしいやつだ。僕の癒し時間が台無しだ。一人称僕なんだね。俺じゃないんだ。ねえ、ニーニー。はいはい。んどうした？本当は、何か嫌なことあった？だから振られたんだって。そこ、傷口を。ないよ。ペアのペンダントあげようとしたからだよ、きっと。嫌なことなんて何もないさ。そっか。いい子だね。気遣ってくれてるんだな。さて、着替えて学校行くか。うん、行こう。え、何？一緒に行ってんの？なんだよ、先に行ってろよ。今日は一緒に行く日なの。あら。一緒に行く日って、誰が決めたんだ？にゃ。自分かい。わかったよ。気があるから下で待っててくれ。なんだこの兄弟は、シスコンとブラコンか？はい。小学生とかならまだわかるんですけどね。何年生だっけこれ、高校生だっけ。まったく、気まぐれのやつだよな。言い出したら聞かないんだから、困ったもんだよ。はぁ、それにしても、今朝は寒いな。ん？この冷え切った制服を着ると、一層寒さが際立つ。行ってきます。行ってきます。行ってきます。まだ始まらないのこれ。長くね？プロローグ。ニーニーと一緒に学校行くの久しぶりだね。すごい。吐息がリアルだね。すごい。ギャルゲーって全くもってやったことがないんですけど、こんなリアルなんだ。へえ。そうだっけ？そうだよ。ニーニー、ミアのこと置いていっちゃうじゃん。まあ妹と学校に行く兄貴ってなかなかいねえと思うけど。ミア歩くの遅いからな。そうかな。そうだよ。しかも猫を見つければ追いかける。花を見かければ座り込む。子供じゃないんだから。まあまあ、そんなに急いで歩いても何もいいことないよ。いや、ま、学校に間に合うじゃん。遅刻になるだろ。そうとも言えるかもね。それよりミア、家の中じゃないんだから、ニーニーじゃないだろ。あ、やっぱ恥ずかしいよな。あ、油断してた。ごめんごめん。まったく、自分から学校ではベタベタしないでよとか言ってるくせに。それにしても寒いね。寒いっすね。まあ冬だしな。ねえ、すごいリアルですねこれ。そりゃもうすぐ12月だしな。もうすぐってことはまだ11月の下旬なのかな。ん？すまない。何が？え？お兄ちゃんの反応つまんない。もっと食いついてきてよ。かまってたんですね。そんなこと言ったって、いい歳して彼女の一人もできないんだよ。すいません。申し訳ねえです。何年生なんだろうね。高校3年2年。あ、でも先輩も出てくるからさ、2年生くらいか。なんだと。まあでも高校2年生で彼女できるのが普通なのかな。どうなんだろう。そういうミヤだって彼氏できた試しがないじゃないか。おう。お兄ちゃんに遠慮して。どうだか
そんなお子様体型だから誰から相手も誰からも相手にされないんだろ。あちゃー。あ。またお子様体型って言った。まあ、確かに高校生には見えないよね。いや今のは。うお震えた。引っかかれた。バカって言われた。いてててててて。一緒に行くっつったくせに先に行っちゃったのかな。久しぶりに食らったな。まあお子様体験はまずかったか。事実なんだけど。相変わらずだな。ほい。え？おお来た。朝っぱらからお暑いことこの上ない。冬の寒さも吹っ飛ぶなおい。いい曲だな。いい曲してんだこれ。誰でしたっけ？そう来るか？そう来ちゃう？妹と知っててからかうような友達を持った覚えがないので。釣れないね。せっかく新作が入ったから持ってきてやったのに。新作？ああ、例の写真集か。ほう。親しき友のためにと思って持ってきたが。そう思っていたのは俺だけとはね。あ、よく見れば小学校から一緒の梅原正義くん。梅ちゃん。スポーツが得意で所属は剣道部。ほう。最近は幽霊部員気味の困った一面が。参加してねえのかよ。クラスも一緒で家も近い寿司屋の次男坊で僕の親友じゃないか。説明ありがとう。驚きの変わり身っぷりだな。すまん。いいってことよ。むしろその食いつきを待ってたぜ。どうだった？よかったか。写真集ってあれか、なんかアイドルかなんかの写真集かな。バリいいぜ。バリバリって使うのか今時。そんなにか。衣装はどんな感じだった？まあまあ慌てなさんなって。とにかく歩こうや。こんな話で遅刻じゃ商売上がったりだしな。女の子は全然出てこないんですけど、妹以外。なるほどな。それはすごそうだ。まあちゃんと貸してやるから。早くね、早く貸してね。汚さねえよ。あ、同じこと言った。冗談だよ冗談。うん、どうした？森島先輩だよな、あれ。お、先輩。森島先輩。あ、かわいいな。あ、見たことあるこの人、アニメで。絵になる人だな。写真集がかすんじまうぜ。かすんじまうね。右の子ですよね。ちょっと待ってね。森島はるか先輩だって。男殺しの天然女王。なんかちょっと変わった人だったのを覚えてるんだけどな。そうだな。森島先輩、相変わらず綺麗だよな。年上か。僕の年上びいきを差し引いても先輩は素晴らしい。ミヤとは違うな。ミヤとはまあ年下だからな。ミスサンタコンテストで2連覇中っていうのも納得だよな。何ミスサンタコンテストって？ミスコン？ああ、本当だよ。この間、森島先輩に B 組の数が振られたらしいと。ほう、振られちまったか。え、告白したのか？ああ、もうじきクリスマスだしな。嫌なこと言うなよ。クリスマスだから告白？今年こそ好きな人と過ごしたい！なんて言い出してな。ほう。まあ3年生は時期卒業だしな。カズの気持ちもわからんでもない。ああそうか。しかもうちの学校ありがたいことに大層なパーティーもあるしな。大層なパーティー？ああ今だけ珍しいよな。伝統行事ってやつらしい。ふーん、なんかあるんだ。全然覚えてないな。
頑張ってみるか。何を？おめっきり何をって聞いちゃった。去年は野郎ばかりでバカ騒ぎしてたけど、今年はさ、あ、女の子ってこと？まあ野郎ばかりでもいいような気がするけど。な、何をだよ。それっぽいクリスマスってやつだよ。いきなりだな。らしくないんじゃないのか。まあな。でもさ、考えてみろよ。ん？来年はそれどころじゃないかもしれないぜ。受験や就職で。ほう。あ、就職ってことはやっぱ高校2年生か今。受験か、大学受験か、頑張れよ。まあ大学受験のゲームじゃねえからな。なんとも言えないけど。そうかもな。やらずに後悔するより、やって後悔した方がいい。そうですね。なんだよそれ。座右の銘。ほう。この前は酔い腰の金は持たないが座右の銘だったよな。いろいろあるんだよ。コロコロ変わるんだな。相変わらずデタラメなやつ。まあそれが俺の味だからな。まったく。それにしても梅原がそれっぽいクリスマスだなんて。なあ、もしかして好きな人いるのか？お、いるのか？とっとっと。おう。こいつは言えねえよ。特にこんな場所じゃない。そうな、道路で大声で言うわけにいかないから。僕は！言われてみればそうだな。とにかく、俺は俺なりに頑張るぜ。梅原モテそうだけどな。イケメンですよね。俺たちは何朝っぱらから道路で語っちゃってるんだろうね。行こうぜ、遅刻しまう。俺朝からこんな喋れねえわ。僕低血圧なんで全然喋れないですよ朝。友達がいれば頑張って喋りますけど、もう基本話しかけんなっていう朝は。